こんにちは、グラス工房タップの福田勝です。10分水墨画、今日はこの野に咲くタンポポに挑戦します。ちなみにここに咲いているタンポポはなんか日本の在来種だそうです。この額を見ると分かるらしいですね。後でしっかり調べてみたいと思います。さっき取ってきたのはこれですね、額がそっくり返ってないので、やはり調べたらこれ在来種日本タンポポだそうです。ちなみに、その少しそばに、あったのがこちら、これ額そっくり返ってますよね。これが在来種の西洋タンポポ。最初に材料のご紹介です。筆は中筆2本、小筆1本、面相筆1本。面相筆使わないかもしれませんね。紙は画線紙で梅という製品、 F5 号サイズですので、幅35センチの縦27センチ。絵の具は花に使います、黄色です。ホルベインの W037 パーマネントイエローディープ。そして静木を濃く吸って濃墨状態にしておきます。その他のご説明は割愛させていただきます。お時間のあるときに20番の動画をご覧ください。最初に小皿に中墨作ります。筆で小皿に水を取って、同じ筆で濃墨をちょん入れて、こうやって薄めておきますね。これが中墨です。もう一つのお皿には絵の具を縁の方にね、米粒大出しておきます。はい、最初に花からいきましょう。中筆で水で洗って黄色い絵の具を一部分溶かします。全部溶かさないでください。そして黄色い色水を染み込ませ、花はね、点描でちょん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 、描いていきますね。まあ、あの菊花ですので、あの細かい花弁の集合体ですので、まあ、こうやってね点々で描くといいと思います。まあ、ちょっとね水気が多すぎてですね、いろんなところにちょっと他描いてですね、紙に水気を吸い込ませたいと思います。はい、先端にちょっと濃いのつけて、描くと、この最初に描いたねぼやーっとした花の中に、濃い黄色で少しね、花びらの輪郭的なものが見えると思います。楕円形に形を整えるんですけども、あまり綺麗なね楕円形にしないで、少しいびつな方がいいと思います。そして、外周部の方は、花弁がね外側にちょっと、開いてて、突出してるっていうのかな、ちょっと出っ張りをね設けておきます。今4つ描きましたので、ちょっと離れたところにもう1個描いておきましょう。中心部は密集してるけども、外周部は、放射状にね花びらが分かれてるっていうふうに書いてください。はい、来ました。まあ後でねちょっとまた花びら足すかもしれません。はい、小筆で水で洗って、水気取って片面にだけ濃墨つけ、中心をこの辺に設けますかね。ここから放射状にね、いろんな茎とかですね、葉っぱが出るようにしましょう。はい。まず、花柄、花を支える茎ですね。これを、まあ、中心付近から放射状に、まあ、それぞれの花に出してやります。で、同じ中心から今度葉ですね。葉もロゼット状、放射状に出ます。これもちょっと斜めからねこの花を観察している感じを想定してますので、ペタンと葉っぱが地面に広がるんではなくて、ちょっと上に反った感じですね。そういう風に何本か描いておきます。はい、葉を描きます。中筆で一回水できれいに洗い、片面に中墨、先端に濃墨つけて、タンポポ独特の矢尻のようなねギザギザした葉っぱを描いていきます。まず先端をねしっかりと矢尻作ったら、中心に向かって左右に尖ったね、なんていうんですか、ノコギリの刃みたいなやつをつけていきます。はい、先端だけしっかりしとけば、はい、途中は割といい加減でもタンポポらしくなります。この尖ってる途中のねたくさんある尖ってる魚の骨みたいなのは、少し後退するようにね、この葉の付け根の方に向かって尖らせるのが良いかと思います。薄くなったらまた水で洗い、中墨、濃墨、
このプロセスを繰り返しながら、まず最初にね、葉の茎描いたところを全部、完成させていきます。まあ、この葉っぱをしっかり描いておけば、まあ、誰が見てもタンポポですよね。はい、額です。小筆にね、濃墨チョンつけて、これがね、くるんと下に反ると西洋タンポポで、水平方向だと日本タンポポなんですが、まあ絵として面白いのはやはり反っている西洋タンポポですかね。今回、まあ、ちょっと別にこだわらずに、下方向にちょんちょんと額を描きました。あ、ちなみに額って言っちゃいけませんね。あれね、額に見えるのは双方辺、正確にね、生物学的に言うと双方辺。はい、ここからね、いろいろ充実させていきたいと思いますが、つぼみです。はい、シャッシャッシャーっとね、線を描いて、でそこの下のところに放射状に双方辺をね、ですからね、黒いイチゴみたいな感じですね、このつぼみは。はい、つぼみを描くと、がぜんこの画面が若々しくなります。黒い三角形に下に葉っぱみたいなのを放射状に、で先端にちょっとだけ黄色さしておきます。さあ、だいぶ出来上がってきましたね。ただちょっと葉っぱがですね、綺麗に並びすぎてるので、突出したやつを描いて少しね、なんていうのかな、野手を設けたり、そして、画面上の方に、左上にもう一株。このもう一株は添え物、ね、下のメインの株を引き立たせる脇役として描きますので、薄めに、そして小さめに描きます。同じ大きさのものをね、二つ描かないようにしてください。ですから上、ね、左上添え物ですから、花咲かせないでもつぼみにしておきます。つぼみいっぱいね。このつぼみをちょっと濃いめの墨でしっかり描くとリアルな感じになると思います。で、少し上の株と下の株を接触させて一体感を出させます。はい、乾いてくるとね、黄色い絵の具薄くなってくるので、濃いドロッとしたやつをね、ちょっとこの筆の先を割らせてパサパサにして、ちょんちょんちょん、ね、ごま振るようにして黄色い濃いやつを加えてやります。絵の具も墨もね、乾くと色が褪せてくる、淡くなりますので、まあ、様子見てちょっと加えるってことですね。この辺も葉っぱもちょっと真ん中辺、濃いところをね、設けてます。あとはもうこれから修正っていうんですかね、完成に向けて葉っぱ、まあ、増やしたり減らしたり、減らすのはできませんから増やすことによって、まあ、調整ですね。まあ、本物のタンポポ、結構葉っぱがたくさんありますから、うん、このガシャガシャ感を少し出した方がいいかもしれませんね。はい、署名して、落款して、タンポポの完成です。ワンポイントアドバイスです。放射状に出る葉は等間隔にせず、長さや間隔をランダムにしましょう。はい、タンポポのね、水墨画が出来上がりました。ちょっとね、これ反省になってしまうんですけれども、少し写実にね、技巧に走りすぎたなと、そういうふうに思います。もう少し水墨画的なね、飛躍というか、まあ面白みというかね、遊びがあってもよかったかな。まあ、具体的にね、どうこうっていうのはちょっと今思いつきませんけども、例えばもう少しね、ガシャガシャっと、なんていうのかな、乱暴に描く部分もあってもよかったかなというふうに思います。話変わりますけどもね、最初の動画、一番オープニングのところのね、屋外で撮った動画、あれ2年前なんですよね。2年前に撮った動画がやっと利用できました。あんまり変わってないですよね。はい、すいません。この動画が面白かったよ、役に立ったよと思われた方は、いいねのクリック、タップお願いいたします。チャンネル登録もお願いいたします。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。